迎来到 Holkin 宋殿です。今日はこの Phoenix LD トヨを紹介します。パッケージを開けます。ケース、ストラップ、オーリングと、この Phoenix LED トヨです。この懐中電気は CREXPG2R5LED を使います。ドンドン。長さは 105mm で、太さは 21.5mm です。本体の材質は頑丈なアルミ製です。この懐中電気は単三型の電池1本を使います。テールキャップを外してプラスの方を入れてきちんと閉めます。このパワースイッチを押すと電気がつきます。面白いのはこのサイドスイッチを押すと明るさがチェンジすることができます。点灯モードは4つがあります。ロー、ミッド、ハイ、ターボ。そしてこの懐中電気はメモリーの機能があります。消灯した時のモードは再度点灯できます。このサイドスイッチを押し続けると点滅して、サイドを押すとまた普通のライトに戻ります。ではいかがでしょうか。じゃじゃん。